どうも、お疲れ様でございます。8月16日水曜日、朝6時の相場解説になります。今日は大筋で言うとですね、2つお話しすることがあります。タイトルにも書いてますけども、金融庁の口先介入の第1弾がありましたってことです。これは後ほど記事を紹介します。で、あと1つは、上昇力は若干維持されてますよってことですよね。え、これ冷やしを見ていただきたいんですけども、ご覧のように、7日間連続で赤い線がつかれてますよね。 でこれも以前お話した通りなんですけども、陰線の倍、陽線が来る、陰線の倍、陽線が来るの流れになったでしょ、もともとは陰線の半分しか陽線がなかったわけですよ、だから上昇トレンドに転換したとき、このリズムに気づかれるかどうかってことですよね、気づいたんで私はお話ししましたし、ここに陰線が2本出て、それから次のね、陽線も、となんですか、予言したというかね、予告しました。で実際結果が今出てますけどそうなったでしょ ここもぶち抜いていったんで、とてつもなく伸びましたよね。その結果、145円の水域、特殊レンジの水域を今度は、えー、特殊トレンドっていう形でね、表現することになりました。で、ここで、えー、口先介入があるかなと思ったら、実際にありましたよっていうことになります。で、すべて私の言った通りになりましたってことですよね。まあ、これはでもね、特別なことじゃなくって、あの、これが見抜けるようになるんですよ。FX を続けていくと。皆さんもそうなりますからね。はい、そして4時間なんですけども、ご覧のように、 4時間でもトレンドがぐーっと進んでます。もう言うことはないですよね。で、移動平均線の話をさせていただくと、移動平均線の上にずっと乗った状態になってます。で、下に行くことがあっても、すぐにぶち抜いて移動平均線の上に出てるでしょ。これが上昇トレンドの特徴です。つまり、4時間の支配波が1時間を支配してますよってことですよね。はい、次。いや、じゃあ1時間見ていきましょう。 1>, 1時間がね、すごい右肩トレンドですよ。で、細かく見ると、ここは上昇が若干抑制されていって、レンジっぽくはなってるんですよね。レンジっぽくはなってますけども、上昇圧力っていうのはずっとあるまんまです。ただし、口先介入とか、介入があるんではないかなっていうことに、やっぱり警戒をしてる投資家さん。私も2週間ほど前からね、皆さん2 4 5円のことずっと言ってましたけども、やっぱり145円になってから、動きは鈍くなってるでしょ。で、一時期、 145円の870あたりには行ったんですけども、そこからまた30ピップ層でね、巻き戻されて今ここにいますから。で、その前はもうちょっとね、ここまで来てるわけですから、145円切るかどうかってところまで。で、このぐらい伸びっていうのが止まってきたってことなんですよ。で、移動平均線の下に、えロウソク足が出ることっていうのはずっとなかったでしょこれ、ヒゲってのはありましたけども。で、ここで、初めて移動平均線の下に、ロウソク足が出たわけですよ。 これが何を意味するかっていうと、上昇圧力にちょっとだけ、抑制的な動きが出てきたってことです。だから一方的に上昇するもんではなくなってきたってことなんですよ。だからですよ。だから二つの対策を昨日お話したってことになります。ね、小刻みに理確していくこと。これをね、今日も忘れずにやっていきましょう。本当にね、今ね、窮屈な感じですよ。20ピップスとか30ピップスはどーんと狙えないですから。ただその中でも稼いでいこうと思ったら、細かく理食いすることになります。ですんでね、 一つこれねあのお話しなければならないんですけどもそこそこチャートをべったり見れる方だけに今この時期っていうのは利益が取れる瞬間になってるってことなんですよだから特殊レンジにしても特殊トレンドにしても1時間ごととかにのチャートを見に来れる方だけになってきますね今利益が取れるのはだから普段のように34時間に1回見に来ればいいよって方はもしかしたら利益を分かっていても失う可能性がありますまあ利益をね取る瞬間を失うってことなんで損失が出るってわけじゃないんですよ でも少なくともあこういう時にはこうやればいいんだっていうふうな学習ができますから将来時間が取れるようになった時にここが全部自分の利益になるっていうふうに思うそういったことも考えながら学習はしていってください、えー、その方に向けたね、えー、放送にもなってますんでねえー、それではあ,あれ金融庁からの報告見てみましょうかこういうふうになってます円安進む1ドル145円80銭台ということで財務大臣は牽制してきたよってことが記事に載ってますね ここ、鈴木財務大臣。行き過ぎた動きに対しては適切な対応を取りたい。まあ、いつもの言葉ですよ。で、過度な変動は望ましくない。市場の動向を高い緊張感を持って注視しているというね。えこっちは毎日注視しているって言うのにね。<laughs> まあ、だから当たり前のことを言い始めたってことは、まあ当たり前のことをしますよっていう風なね。とりあえずは口先介入で市場を抑制しておいて、牽制しておいて、動きがそれでも止まらないようでしたら、実際に資金を入れてきますよっていうね。これもいつものパターンですね。 はい。本日はこんなところでございます。それではね、FX オリガリの方はまだ追加放送しますんで、あの、ご期待ください。今日の追加放送はね、そんなにね、バンバンしません。言うことは昨日と一緒ですから。あですんで、各自、えー、小刻みに利確をすることと、普段と、お同じロットではなくて、ちょっと落としめにね、消極的なロットで攻めていきましょう。それが、特殊レンジとか特殊トレンドの時の攻め方になってきます。はい。それでは以上ですね。お疲れ様です。